朝のフラワーアレンジメント、まあ嘘ですけどね。まず、今日は晴天なので、ここから光をたくさん取り込むため、ジャン君ポンちゃんがここでね、日向ぼっこをするために高く積み上げてみました。まずこちらの方には、左の方ですね、強い色の花を置いて、この辺に少し優しいのを出していこうかなと、そんな風に思ったりするアレンジメントです。嘘だけどね。本日のアレンジメントはこれで完成です。こんな感じかな。はい、いかがでしょうか。さあ、皆さんここ空いてますよ。ジャン君、ポンちゃん、いらっしゃい。はい、もうだいぶ出てますんで、顔見知りの方もいらっしゃるということで、少しリラックスしてできるようになっているかと思います。今日ですね、実は明日出ることにはなってなかったので、どうしようと思ったんですが、明日のじゃあやろうかなと思ったんですが、実は一つですね、どうしてもやってみたいことがあるんですよ。絶対ギター一人じゃ無理だろうっていう曲を3曲揃えてきました。これが、南吉高さんのファーストアルバムに収録されている曲で、かなり、なんていうのか、洒落た曲なんですが、僕のギターの技術はまず表現できないというところを、歌の力だけでなんとか持っていけないかというふうに考えています。ちょっとやってみますので、あとでですね、こんな弾き方をするといいんじゃないかとかあったら、弾くのかな、教えてくださいと。そうですね、こんな風にやってみたらというのがあったらよろしくお願いします。やり始めるとダメかな。午前七時に目を覚ますと、新聞の音、あなたが私の人生年がら年中冬の子。ありがとうございます。せっかくいい曲を壊してるんだよ。口笛すごいですよね。3番目あ、ね、うん、よくあんだけ出るなと。そうなんですかね。あんまり口笛に関しては自分ではそんなに感じてない。いやいや、なかなかね、あれだけ息出る人いない。ポンちゃん、ただいま帰りました。今日はフォークソング同好会の方に、行ってきたんですが、明日、お祭りでですね、出演されるということだったのを、一枠空いたんで黒岩さん出ませんかと、そういうことですね。15分ほど、チャンスをいただけるそうです。で、あ、じゃあ出ますってことでですね、明日何やろう、今日これからマオイママさんと相談することになると思います。そうね、お祭りの雰囲気を2パターンぐらい考えておいて、やろうかな。ビートルズをやるという案もあります。ちょっとき、ね、今日のフォークソング同好会の方でビートルズ練習のつもりでやったんですが、ボロボロでした。
Let It Be 結構歌えるつもりでいたんですがダメでした。明日できるかな。じゃあ何をするのっていうことですね。お楽しみに。明日10時に、神社まで行きます。